ナショナルホッケーリーグ、ナショナルホッケーリーグ、NHL、LNH は、北アメリカのプロアイスホッケーリーグである。NHL は、世界のプロホッケーリーグ界において最高峰に位置づけられ、北アメリカにおいては、アメリカンフットボールの NFL、バスケットボールの NBA、野球のメジャーリーグベースボール、MLB と並んで、北米四大プロスポーツリーグの一つに数えられる。 所属チームは現在、アメリカ24、カナダ7の、計31チームあり、イースタン、ウエスタンの2つのカンファレンスに、イースタン16、ウエスタン15に振り分け、さらに各カンファレンスは、イースタン、ウエスタンの2ディビジョンに分かれている。レギュラーシーズンは10月初旬から翌年4月上旬に、かけて、各チームにつき82試合、ホーム41試合、 アウェイ41試合が行われる。試合は、同ディビジョンの間の試合では、それぞれ6試合、同カンファレンスタディビジョンのチームとは4試合、残りの18試合を他カンファレンスとの間で行う。また、他カンファレンスのチームので試合をするのは3年に1回になった。NFL や MLB など、他のアメリカのプロスポーツリーグと同じく、ディビジョン間、カンファレンス間の交流試合もある。 試合時間は20分3ピリオドの計60分。60分終了で同点の場合は5分間の延長戦、サドンデスイコールゴールデンゴール、ブインゴール方式を行うが、この場合フィールドプレイヤーは各チーム1人ずつ減って4人同士となる。2005から2006シーズンからは延長戦の引き分けがなくなり、代わりにシュートアウト、シュートウッド方式、別称にゲームウィニングショットが視線。 GSW が導入された。このシュートアウトでは各チーム3人の選手が1人ずつ、相手、ゴーリー21対1で対峙し、フリーショットの成功数を競う、3人までで同点の場合は、サドンデス方式で他の選手がフリーショットに登場す。試合の結果、勝ちチーム延長戦及びシュートアウト含むに、勝ち点に60分での負けれ。 延長戦及びシュートアウトの負けに位置が与えられる。各カンファレンス、15チーム間の勝ち点上位8チームがプレイオフに進出する。プレイオフ1回戦は各カンファレンスの1位、VS8 位、2位、VS7 位、3位、VS6 位、4位、VS5 位のタスキ掛け方式になっており、それぞれ7戦4勝制で試合を行う、もっとも、 1938年以前には5戦3勝制、3戦2勝制が採用されたこともあった。1から3位は各ディビジョンチャンピオンチームで勝ち点の多いチームら順位が付けられ、勝ち点が多くてもディビジョン2以下のチームが2位、3位になることはない。上位チームは通常ホームゲームアドバンテージとして、それぞれの試合の1、2、5、7戦の主催権利を持つ相手チームは3。 4,6戦。4勝して、次のステップを勝ち上がる場合もホームゲーム、アドバンテージは同じ。例外として、上位チームが1,2,6,7戦の主催権利を持つ場合もあるが、極めて稀。プレイオフでは、引き分けなしの完全決着で、同点の場合は15分の休憩後、20分の延長戦を勝敗が決するまで繰り返し行う。両カンハレンスの優勝チームによって、 NHL の頂点を決めるスタンレーカップファイナルが行われる。加盟国の一つであるカナダでは最も人気のあるプロスポーツリーグであり、リーグの選手のおよそ半分をカナダ人が占めている。一方、アメリカでは NHL の人気は低迷しており、四大プロスポーツの一つとして数えることに対して賛否がある。2012年のスタンレーカップファイナルの視聴率も 最高3%台に止まっており、ナスカーやゴルフ、テニス、WWE などより低い水準に甘んじている。NHL は先行して存在したカナダのナショナルホッケーアソシエーションにおける幾度とない、論争の後、1917年に設立された。この論争の目玉となったのは、トロントブルーシャツのオーナー、エディリビングストン、エドワード・ J ・リビングストンであった。 彼は同じニアのオーナー仲間から不公平な有利さをもたらすと思われるリーグ規則を作るよう働きかけ、その抜け穴を利己的に利用するよう誘導していると常々非難されていた。ブルーシャツが有力選手を引き抜かれたため、リビングストンは事故がトロントに所有していた2チームを合併させたが、特にこのことが他チームのオーナーの怒りに油を注ぐこととなった。また、 リビングストンは他チームの選手に試合に出ないことを条件とする契約を提示したり、モントリオールワンダラーズがブルーシャツの有力に選手の引き抜きにかかった時にはワンダラーズをリーグから追放するキャンペーンを張った。このような他のオーナーとのいざこざの中でリビングストンは繰り返しアメリカで既存リーグと対抗するリーグを始めるとの威嚇を行った。 1916年から1917年のシーズンにおいては、ニアは次の6チームから構成されていた。1917年2月10日、当時最も人気が高かった陸軍第228不評大隊が第一次世界大戦により招集を受けた。翌日の2月11日に、残る5チームのオーナーたちは、リーグの将来について検討するためモントリオールに、改道した。 リビングストンは病のため参加できなかったが他のオーナーたちが彼とブルーシャツをニアから事実上追放する道を選んだことをると驚きを隠せなかったリビングストンはニア会長を辞しフランク・ロビンソンと連携関係を結んでから自らリーグの会合には出席せず弁護士に利権を代弁させるようになった1917年9月29日に召集されたオーナー会議では 他のオーナーたちは5日以内にブルーシャツを売却するようリビングストーンに迫った。このためリビングストーンはトロントアリーナガーデンズがブルーシャツの日常業務を執行するという実質的にはニアを存続させるためにはリビングストーンの権限を復活させる旨の条件を示して交渉に臨んだ。これにこうする形でニアの他のオーナーたちは 1917年11月26日に、モントリオールのウィンザーホテルにて開動し、既存のカナディアンズ、ワンダラーズ、セネターズ及びブルドックスに新たに、トロントアリーナズを加えた各チームを、創立メンバーとして、ナショナルホッケーリーグ、NHL を誕生させた。1918年のリーグ発足年度において、NHL は、ブルドックスの一時的なチーム閉鎖などに見舞われる。 全途多難なスタートを切った。なお、ブルドックスは4年目から、本拠地をハミルトンに移転した。また、同年1月2日に、ワンダラーズ及びカナディアンズの本拠地である、モントリオールのウェストマウントアリーナが火災で消失した。ワンダラーズはカナダにおける初期プロホッケーチームの中でも、最も歴史あるチームだったが、当時すでに人気に陰りを見せ始め、火災の発生によりチームは解散。 その歴史に幕を閉じた。ブルドックスとワンダラーズの不在によって NHL は発足年の第2ハーフ及び2年目を残り3チームで運営した。リビングストンはリーグから締め出されたものの彼がニアに対して提案した通常シーズンの分割案は新リーグにおいて採用されプレーオフ制度としてまとめられた NHL のスタンレーカップ。 当時はカナダでのホッケーチャンピオンに与えれる賞の初代優勝チーム1893年シーズンはトロントアリーナズであった。しかしながら気象の激しいリビングストンはアリーナズから上がった収益の分け前に預かろうとして失敗に終わるとチームと NHL を訴えた。この紛争は1930年代までダラダラと続き結局アリーナズは トロントメープルリーフスと解明するに至った。リビングストンと NHL の生成の歴史を振り返ってみると、いささかの皮肉がある。リーグの他のオーナーたちを排除することに熱心だった男がカナディアンズオーナーのジョージ・ケネディの弁を借りれば、実は NHL を真のリーグとするのに貢献しのに等しいのである。発足後10年間、リーグ自体は事業を軌道に乗せるのに、 宿泊していた一方で、表情では NHL の各チームはかなりの成功を収めており、スタンデーカップにおいては最初の9年間で7度の優勝を成している。なお、1919年はシアトルでも大いを振るったスペイン風によりシーズンが中止。1926年頃より NHL の選手の平均年報が 他のカナダのリーグと比較して著しく高騰したために NHL 加盟チームのみがスタンレーカップに出場することになった。また NHL はアメリカ合衆国へも拡大を見せ1926年から1931年までにチーム数が10まで増加した。ところが1929年の世界恐慌により NHL は大きな痛手をこむることになった。 例えば、ピッツバーグパイレーツやニューヨークアメリカンズなどのチームが現れては消滅し、伝統のあるオタはセネターズでさえも、財政的困窮によりチーム閉鎖を余儀なくされた。このような成り行きに追い打ちをかけるかのように、第二次世界大戦の勃発によって、発足25周年を迎える1942年には、NHL のチーム数は6チームまでに減少した。なお、 この時の6チームは、後に、オリジナル6と呼ばれるようになった。なお、オリジナル6という文言から、NHL 創設時からの構成チームを想像するが、これは誤解である。次のチームがこれに該当する。第2次世界大戦による選手不足から多くの選手がプロホッケーチームでプレーする機会が与えられたが、終戦後は多くの選手が、 マイナーリーグへと追いやられるに至った。とりわけ、アメリカ合衆国及びカナダの西部地区のマイナーリーグは、ややもするとスタンレーカップの覇者をも破る実力を持った強豪チームを擁していた。このようなリーグをメジャーリーグへと格上げし、スタンレーカップへの進出を目論んで対頭しつつあったウエスタンホッケーリーグに触発される形で NHL は1967年、 1942年来続いたオリジナル6によるリーグ編成を拡大させることとなった。こうして新たに6チームが NHL に加盟した。エクスパンション6には次のチームがこれに該当する。1972年には,はワールドホッケーアソシエーションというリーグが発足した。このリーグはスタンレーカップには望まないこととされていたが、 NHL の有力なライバルリーグとなるかどうかについては会議的な見方をされていた。しかしながら才能ある選手層が各チームで希薄化するという現象はプレーの質全体に悪影響をもたらした。さらにソビエト連邦スタイルのホッケーが支配的になってくると NHL やはに属するカナダ選手の多くが相対的に能力に劣ると言った。 ソビエトスタイルホッケーとの純然たる違いが明らかになった。1979年に和が解散するまで NHL と和は選手やファンに対するサービスをめぐって互いにしのぎを削った。そして和解散後は4チームが NHL に新規加入した。NHL は続く20年間においても拡張路線を歩むこととなり、 2017年には31チームを数えるに至る。なお、1967年に6チームが加入した、いわゆる、ファーストエクスパンション以降の NHL のエクスパンションを時系列に整理すると次の通りとなる。1979年シーズンより、ウェイン・グレツキーは、エドモントン・オイラーズでプレーし、1984年、1985年、 1987年、1988年に、オイラーズを、スタンレーカップ優勝に導いた。その後ロサンゼルス・キングスにトレードされ、アメリカでのホッケー人気復活に貢献した。NHL の交流とともに、スター選手たちの年俸はうなぎ登りに高騰を続けた。契約をめぐっては、経営人と選手との圧力が高まったこともあり、NHL 市場で次の4度のストライキまたは、 ロックアウトがあった2013年12月現在。チーム数の増減、プロホッケー界全体のうねりを受けて、NHL のリーグ構造はたびたび変更されている。カナダ発祥の国内リーグであるが、近年はそのカナダに属するチームが7チームしかない。消滅したチーム及びフランチャイズ移転などにより名称変更となったチームを一覧とすると次の通りである。 年号は、加盟期間を表す。NHL には、プレイオフ戦の優勝チームに与えられる、スタンレーカップや、ウェスタンカンファレンス優勝チームに対する、クラレンス・エス・キャンベル・ボール、イースタンカンファレンス優勝チームに授与される、プリンス・オブ・ウェールズ・トロフィーの他にも、次のような数多くの賞がある。得点王など成績に応じて定まる、賞、選手や、 チームマネージャーが選ぶ一部の賞を除けば、各賞の選出は、プロホッケー記者協会が行う。また、かつて1949から1950シーズンまでは、オブライエン賞という賞も存在した。さらに、1966年以来、米国内のホッケー界に対する貢献を称える、賞として、レスター・パトリック賞が授与されている。 選手は引退後3年経過すると、ホッケーの殿堂入り選手を選考するための投票を受ける資格ができる。ただし、過去には、その選手の業績が顕著であると認められる場合には、この3年間の猶予期間をないものとすることも可能だったことがあり、この方法により10名の選手が選出されている。1999年のウェイン・グレツキーを最後に、この特例ルールは廃止された。 このほか、NHL のオールスター戦において、第1チーム及び第2チームのメンバー、各6名に選抜されることも、名誉とされる。この選抜は、ファン投票ではなく、目の超えた、プロホッケー記者協会の会員の投票によるものである。テレビ放映権は、アメリカカナダともに、全国放送や、ポストシーズンに限りリーグが管轄し、ローカル放送はチームが、 放送局と直接契約を結んでいる。そのため、レギュラーシーズン、ポストシーズン全試合の放映権を管轄している NFL と違い、チームによって放映権量収入は大きく異なる。アメリカ国内では NBCSN 一部は NBC で放送される。カナダ国内では CBC のホッケーナイトイン、カナダや TSN、 RDS で主に放送される。スタンレーカッププレイオフに関しては、アメリカ国内では CNBC でも放映されている。また一部試合においては録画放送されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。